めっちゃシュールですねこれ。新しい。あ、うまいね。うまいんですかね。一回直樹さんにも言われたんですよね、口笛うまいねって。あんまうまいねの意味もよくわかんないんですけど、ケンちゃんもなんか口笛、口笛じゃねえか、あの、あ、直樹さんだ。たまに盛り上がった時にフューイってやるじゃないですか、指にこう口の中に。あれすごいですね。あれやったことないんですよ。これできねえんだよな、外人か。ウィス、やっぱギブアンドテイクしないといけないと思うんで、はい、こっから3代目いまいちリュウジがやります。いやいやいや、まあ相談しようよ、どっちが。何その感じ。じゃあ俺からやるよ。じゃあマジで、うん、次お前だから。あ、俺やるわ。じゃあ俺やる俺やる。いいよ俺やる俺やる。いい、俺やる俺やる。ケンちゃん、いいよ。オッケー。よし、いいっすよ。ではいまいちリュウジさん、お願いします。神は乗り越えられる試験士。お前噛んでんじゃねえよ。噛んだよ。試験噛んだよ。試練を試験ってお前。これもう一回。ダメ。NG です。NG でーす。マジで俺めっちゃ今入ってたよ。ダメ。先日一緒に暮らしているおじいちゃんとおばあちゃんが金婚式を迎えました、はい、おじいちゃんは頑固な性格ですが、うん、いつも私のやりたいことを応援してくれます、うんうん、おばあちゃんはそんなおじいちゃんに時には文句も言うけれど、うん、50年間ずっと付き添っています、うんうん、私は2人の50年のうちの16年にしか関われていないのですが、はい、50周年を2人揃って迎えてくれてよかったと思います、うん、そして自分もいつかおじいちゃんおばあちゃんのようにずっと一緒にいられる人に出会いたいという気持ちになりました。あー、いい。そんな気持ちにさせてくれたおじいちゃんおばあちゃんに感謝ですというミスチーさんからの、はい、メッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。50周年すごい、おめでとうございます。すごいですね、うん、どんな感覚なんですかね。ね、50周年だって今俺と海25じゃないですか、うん、倍一緒にいるんですよ。すごいね。なんかもう他の人には分からないような、なんか感覚なんだろうね、うん、全部一緒なんだろうね。考えとかも全部、ね、行動も全部見てるもんね。50周年も50周年も50年も一緒にいたらね、うん、いいよね。ていうかうちのじいちゃんおばあちゃんも、うん、あれ結婚何周年なのか今ちょっとふと思ってた。あ、確かに。確認してみよう。ちょっと金婚式初めて知りました。出んのかな金婚式とかね。50周年で金婚式っていうみたいなんです。25周年が銀婚式。うんうん、銀婚式らしいですね。なるほど、ちょっと学びましたね。うん、まあお祝い事をするんですよねきっとね。ご飯とか食べみんなでね、家族みんなとかで。いいね。でもいいっすよね。なんか街とか歩いてて、うん、たまにおじいちゃんおばあちゃんがあの手つないで、いいね、歩いてる姿とか、うん、見るじゃないですか、うん、これああいうの見るとミスティさんみたいにめっちゃなんかこう心があったかくなって、わかるね。うわ、俺もああいう感じになりたいなって。いいよね、いつでも手つないで。ほっこりするね。なんか逆にかっこいいみたいな。そうだね。だってそんなおじいちゃんおばあちゃんになって手つなぐなんか、うん、あんまいないじゃないですか。ないない。だからちょっとかっこいいなっていう、うん、はい。俺もそれはなんか夢だな。